オストロフの紋章、オストロフは、ロシア北西部のプスコフ州中部にある町。ベリーカヤ川沿いの町で、下流の州とプスコフは北へ 55km の位置にある。人口は2002年国勢調査で25,078人。オストロフは1342年にプスコフ公国の要塞として建てられ、当時はベリーカヤ川の中州にあったことから島を意味する。 オストロフの名が付けられた。ロシア諸行国の西の国境にあるオストロフは15世紀から16世紀にかけて軍事上重要な要衝となっており、ポーランドリトアニア共和国やスウェーデンなどの侵略を何度も受けた。1582年リボニア戦争によりモスクワ大公国の領地となった。中世にはロシアとバルト諸国との国境地帯として交易や 防衛のため重視されたプスコフ地方は17世紀以降次第に重要性を失い、18世紀初頭にはピョートル大帝によるバルト海沿岸地方の征服で、ついに国境の町で亡くなった。18世紀後半にはアマ取引の町となり、1777年にはエカチェリーナ2世による改革で死の地位を与えられ、 1790年から新古典様式の都市計画に基づく改造が行われた。第二次世界大戦では、オストルフはナチスドイツ軍に占領され、パルチザンによる抵抗やドイツ軍による処刑が行われた。現在のオストルフは産業は少なく、食品工場や機械工場が点在する。周囲はアマなどが栽培されている。オストルフには1790年建設の 新古典様式のイタリ製三社大聖堂のほか、1543年に建てられたプスコフ公国に典型的な様式の聖堂も残っている。近くには1853年に開通したベリーカや、川を渡る古い鉄道用吊り橋もある。ありがとうございます。